こんばんは。3月13日、今日は水曜日ですね。水曜日、午後10時30分を回りました。4号信号の夜、今日は第674回です。それではもっとどうぞよろしくお願いいたします。音がごめんなさい、大丈夫かな。なんか音がビッビッと入ってますしね。大丈夫かな。話をすると入るのかな。はい、もしも音が入ってますね。なんだろう、この音。ちょっと待ってください。もし。あれ？この声が聞こえなくなったな。まだビーッと音が入ってますね。音声がおかしいですね。もし、どっちですかね。余った音が。もしもーし。あとお話をすると、すぐに声が乗っかっちゃうのかな。待ってくださいね。音が入りますね。なんだ、音が入るんでしょうか。ちょっとすいません、放送ができない状況、雑音が、私のパソコン側の問題だと思うんですけれど。も音消えたかな。消えましたね。はい、申し訳ありません。でもちょっと音声の不具合が起きまして、パソコンが古いのでちょっとあれこれとトラブルが起きますけど、申し訳ありません。はい、昨日ちょっとお休みを、しました。ちょっとね、体調が悪いというか、この前の日曜日の、脱原発の市民集会の取材で結構疲れちゃって、昨日もね、本調子ではなかったんで、もう今日水曜日というのに2日ぐらい、後を引きずったということなんですけれど、今日もなんとか、元の体調に帰りました。はい。で、今日はいろいろと動きがありましたね。今日というか、ネット上では以前から、話があったんですけれど、まず1点目が、3月8日に行われた衆議院の予算委員会での、日本維新の会の中山成明議員の質疑応答に関する動画。中山さんがどうであろう、日本維新の会がどうであろうと、それは関係ないんですけれど、
まあ、中山さんが追求したことっていうことは、これは意義があることで、まあ、中山議員が、議員としてそこに行っていいのかどうかっていう話は別にして、中山さんが、質疑応答した内容に関しては、これはちょっと多くの日本人に、知ってもらわなければいけない内容だろうと思ってました。だけど、NHK が その動画を削除を、YouTube に依頼したということで、一旦動画は消えたんですね。で、その後、また、これは中山さんが自身の、YouTube のアカウントを使って、その動画を、再アップロードを行ったんですけれど、まあ、結構そのことが、ネット上で、話題になっているんですが、何が話題になったかというと、まあ、もちろん NHK が、なんで削除したのか、著作権の侵害で削除したということなんですけれど、著作権法の第40条には、政治上の、利用に関する条文が書いているんですが、その条文を見ても、あれ、これには抵触しないよなということで、多分 YouTube ですから、無断アップロードに関わる問題で、まあ、NHK が著作権侵害の申請をしたんだろうなということは考えられますけれど、そういったなんかね、まあ、そういった問題はあるかと思うんですけれど、伝えないといけない報道機関がですね、なんで隠すのということなんですよね。隠すというか、なんで YouTube ではダメなんだろうかというところ、報道目的で、もっと多くの国民にしてほしいということで、まあ、アップロードされた動画だろうなと思うんですが、問うべきことは、そこの内容、どういった内容の質疑が行われたのかということを、まあ、きちっと、把握、きちっと伝えなければいけない内容ではあると思うんですよね。いわゆる、慰安婦問題、歴史認識の問題、総司解消っていうのかな、数名に関すること、朝鮮半島に関する問題、それに関して、まあ、中山さんが、質疑応答を行ったわけなんですが、まあ、これは中山さんも当然反発したみたいで、ご自身のブログに、その質疑応答に使ったフリップの、PDF のファイルとか、もちろん動画も、再アップロードを行っているんですけれど、まあ、そこまでして伝えないといけないってことがあったんで、まあ、今 YouTube の方はすごいコメント欄で、すごいコメントが集まってきているんですが、ほとんどが、まあ、中山議員よくやったというコメントですね。だから今回は中山議員個人がなんで議員やってるんだということよりも、まあ、日本維新の会という政党の枠を超えて、議員個人としてね、中山さんはずっと以前から、僕が教員の頃から、彼は、文部科学大臣で、実際にお話をしたことも過去にはあるんですが、ずっとぶれていないですね。ぶれていない。まあ、日教組を潰せということ。あと、歴史認識の問題もずっと話をしてきた。その後、国交大臣が辞めた問題に関しても、まあ、中山さんの取材を行ってきましたけれど、まあ、ぶれない、ぶれていないっていうことを考えると、まあ、真のしっかりした政治家の一人ではないのかなとは思っております。で、今回の件に関してもね、まあ、中山さんらしくぶれないということから削除されても、何回も、多分 YouTube の方にアップロードするだろうなというふうに思うんですよね。なんていうかね、その伝えたい内容っていうこと、それは政党を超えて、一人の政治家、日本を良くしていきたいと思う人間としてね、まあ、多くの人に知ってもらいたいという意味で、まあ、再アップロードをやったんだろうなと思います。まあ、1時間ちょっとある動画なんですけれど、ちょっとご覧ください。何がそこで語られているのか、何を伝えたいのかということがわかります。これはもう中山さん議員がどうのこうのというんじゃなくて、僕ら日本人が、歴史認識をどう持たなければいけないのか、今後朝鮮半島とどう付き合わないといけないのかということにかかってくる問題ではないかなと思います。まあ、それと、今日、大きな動きがあったのは、もうこれで終わりと思ったんですけど、TPP の問題、
明日以降、安倍首相に TPP に関して、お話をするために、今日 TPP の、慎重派、反対派も集まってね、議論が行われた。まあ、時間無制限できちっと話し合おうということだったんですが、先ほど、10時ぐらいに終わったということで、もう終わったの？って、もう話し合い終わったの？っていうか、もう安倍さんはもう、TPP 交渉に参加するって方向で、もう表明をするって段階で、じゃあ反対派、慎重派どうするの？って言ったら議論ですから、もう参加表明を撤回してもらえるような議決をすればいいのに、なんかもう参加表明ありきということで、その中で慎重派、反対派どうするんだという話に、なんか本末転倒になっている。もう初めから負けと分かってる、ね、負けと分かっている内容でやってるんだ。もうどうしようもなくんですよね。最後までもう反対通すと、ね、安倍首相は、参加表明するけれど、俺ら、慎重派、反対派としては、もう徹底して反対していくと、ダメだというようなものではなかったということが、なんか悲しいよな、寂しいよなっていうところですよね。まあ、党利党略、党の拘束があるかと思うんですけれど、気概がないというか、ね、宮崎県選出国会議員、自民党の皆さんは全ても公約として TPP は反対であると、断固反対してまいりますと言っていたわけでしょ。最後まで戦いますと言っておきながら、最後の最後で負けたわけでしょ。なんぞ話し合いで断固として安倍首相に対して反対を申し入れるって言わないのかというところが、非常に弱い、まあ、組織という中にいるから、いくら個人の考えで言ったって最後は自民党の考え優先しますっていうことなんでしょうが、それが有権者に伝わるんですかと。有権者がそれで納得するんですかということね。この前ニュースである JA 関係者が、このような状況では夏の参議院選が楽しみですなと。いうようなことを言ってましたね。まあ、どうでしょう。今、自民党、絶好調で、イケイケどんどんで、株価も経済効果も、上がっているという中で、公約違反を平気でやるようなことをやるっていくと、イケイケゴーゴーの、部分が、どんどん、低下していく、落ちていく、弱くなっていく、ダメになっていくでしょう。なんでその無理はもともと無理って、もう参加断念してもらうことは無理であったって、なんで最後まで戦わないの？ここはちょっときちっと安倍首相には申し入れ、我々反対、我々 TPP 慎重派としては断固反対しますって意思表示があれば、少しは有権者も、最後まで農家の味方になって戦ってもらったんだっていうのはわかるんですけど、5品目に関して例外を認めてもらうために、参加すると。それがダメだったらもう撤退すると。撤退はできないって言ってるわけなのに、初めから5品目だけは、例外を認めてもらうように交渉してもらうっていうことができるのかどうかという情報もない。説明もない、何もない中で、そんな分からないことを勝手に決めたってどうしようもない。もう2文字、反対。断固反対しますって言ったことが聞けなかったってことが、何やってんのと。中山氏のように、ぶれない、ぶれずに、最後まで戦っていくっていう気概がないわけなんですよ。ね。本当、農家のこと、JA のこと、日本の農業のこと、食料のこと、食の安全考えた場合に、なんで反対ですって言えないわけ？もう反対って言ったら、次の選挙が危ないからっていうことですよね。だったらもう自民党をやめて、反 TPP の会みたいな党を作って、動けばよかったんですよね。なんで自民党にいるんですかということ。自民党で TPP に反対する意義があるから自民党にいたわけであって、それに対して有権者も投票したわけであってね。
それなけたらなかったらもうどうしようもなくなってくると、本当夏の参議院選がどうなるのかわからなくなってきますよね。はい。まあそのあたりちょっとどうでしょうかね。また明日の新聞あたり。で、15日に、3月の15日の金曜日の午後1時30分から、JA 宮崎の方でもね、第11回食と農と環境を考える、県民フォーラムっていうのがあって、まあ、そこでも、TPP に関する、勉強会があります。前回、去年かな、去年かその前も僕参加しているんですが、その15日にもう安倍首相が、参加表明を行うという日なんですね。まあ、勉強会もいいんですけど、決起集会とか、前行った緊急集会とか、県レベルでの、抗議活動、抗議集会はないのかなと思っているんですけどね。なんかちょっと、寂しいよなと。ね、武井さん、江藤さん、松下さん、古川さん、ね、皆さんは TPP に反対したわけなんですけれど、さあ、彼らがどういった敗戦の弁を語るのかっていうことを、きちっと聞かなければ、今後の、政治っていうのが本当見えてこない、わからないっていうことですよね。TPP に反対するからということで、まあ、通ったわけである。このところはちょっと僕には分かりませんがね、まあ、いわゆる政治家の二枚舌ということでしょうか。そんなことを繰り返すと、本当、国民の信頼を失ってくると、また元の木阿弥で、また政権交代が起きるという可能性もなきにしもあらず、新しい枠組みで、本当に日本のことを考えてくれる政治家に頑張ってもらわなければ、ね、嘘をついて、公約破って、まで政治家に、の椅子にしがみつくっていうことは、ちょっとわからないですね。わからない。わからないですね。本当、声を上げていかないといけない。どんどん声を上げていく。悪いことは悪い、いいことはいい。最後まで、自分の信念を投げてに伝えていく。もう、負けると分かっててもね、声を出し続けていくっていうことは、政治家の皆さんできないんでしょうか。ね。脱原発、反原発って、理屈もねえことを、毎週金曜日に集まって声を上げてますけれど、繰り返し声を上げること、ぶれてねえ声を出すこと、ぶれないで反対していくことっていうことが、なぜできないのか。できなければもう自民党を辞めたかマシですね。ということでございます。はい。また今日ね、先ほど、午後10時過ぎに、会合が終わったばっかりで、また、マスコミの報道とか、詳しい情報も流れてこないわけなんですけれど、また様子を見て、また明日以降、ブログ、フェイスブックとかでね、つぶやきたいと思います。また中山さんの動画に関しても、また NHK のアンポンタンが、YouTube に対して削除依頼を出すかもしれませんけれど、多分消せば消すほど、動画っていうのは増えていきますんで、これも本当、何度やってもダメではないかなと思います。いわゆる映画とかね、現在公開中の映画なんかは、これは権利が発生するんで、きちっと削除しなければいけない。ただ、政治に関すること、自分の国に関する情報に関しては、これは、著作権法第40条にもありますように、本当、広く多くの人間に知ってもらうためにもね、削除するというスタンスは、これは合わないと思います。だから法律がある以上、まあ、政治利用という規定がある以上、これはね、どうなんでしょうか。もっと議論すべきだと思いますし、著作権がおかしいんだったら改正しなければいけないと思う。で、なんでじゃあ NHK は国会中継を行うのか、広く多くの国民に見てもらいたいために国会中継を行っているんだと。これは暗黙の了解で、多分これは、録画されて、ニコ動とか YouTube にアップされるようなということは分かっていながら出しちゃうということは、これ NHK の認識不足であると思います。ですんでね、まあ、今後の、様子を、ずっと、いけないかなと思います。
はい、ということで、ちょっと今日は早口で怒りっぽくお話をしてしまいましたけれど、はい、一気に終わりましょう。今夜の放送、この付近で終わりにしたいと思います。まあ、今夜の放送に関してご意見、ご感想、おありの方もいらっしゃるかと思いますんで、またコメント等で、書いていただければ、お答えできる分に関してはお答えしていきたいと思います。はい。4号キングによる第673回、この付近で終わりにしたいと思います。それじゃ、失礼します。